こんにちは。本日のニュースへようこそ。今日は過ごしやすい日でしたね。では、本日のニュースをお伝えします。本日のニュースは、紅麹サプリをめぐる被害に特徴が、です。小林製薬が販売した紅麹サプリに関する一連の事件で新たな事実が発覚したようです。27日に厚生労働省や消費者庁などによる関係省庁連絡会議が開かれました。そこで、昨年9月以降に製造されたサプリの服用者に被害が集中していることが報告されました。また、26日には紅麹サプリを飲んでいた2人目の死亡が明らかにされました。現在のところ、因果関係は明らかにされていないものの、どのような決着を迎えるのか注目です。以上、本日のニュースでした。それではまた明日。